はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。私は中国のアリババから商材を買い付けて、アメリカアマゾンで販売するという個別コンサルティングを行っているんですが、アメリカイコール訴訟大国というイメージを持たれている方も多いと思います。そしてこの訴訟大国アメリカを象徴する2つの事件として、電子レンジで濡れた猫を乾かそうとして殺してしまった方の事件と、マクドナルドのコーヒーがこぼれて、火けをしてしまった老婦人が、マクドナルドを訴えた事件というものがあります。 今回はこの二つの事件がそもそも都市伝説なのか真実なのかということを皮切りに PL 保険、海外 PL 保険について話をしていきます。まず PL 保険とは生産物賠償責任保険というもので製造者が製造したものだけではなくって販売者が販売した商品による賠償事故を保証するためのものなんです。具体的には対人と対物この二つについて賠償金と弁護士費用を保証する すす。るものですこの PL 法の対象となるような事件として今回は電子レンジで猫をチンしてしまった方の事件についてどういったことを我々が教訓として学ぶことができるのかという話をさせていただきます。事件のあらすじです。一人暮らしの老婦人が子供たちから電子レンジをプレゼントされました。ある時自分の愛猫が雨で濡れてブルブル震えているびしょ濡れになっていることに気づき猫を電子レンジ入れたんですね。結果的に猫は電子レンジの中 で爆死してしまいました老婦人は激行して電子レンジのメーカーを訴えたというわけですなぜなら電子レンジの注意書きには動物を入れて乾かさないでくださいと書いてなかったからだという理由です結果的に裁判所はこの老婦人に対して多額の賠償金を支払うよう電子レンジメーカーに命じたという話なんですねではこの話が真実なのか都市伝説なのかどっちだと思いますか答えは 完全に都市伝説なんですね。この都市伝説、アメリカでは1981年以降ぐらいから有名になった話なんですが、日本では1990年代になって有名になりました。1995年に日本では PL 法が施行され、その PL 法に関するある種の教訓として一気に広まったからなんです。PL 法が施行されると訴訟のハードルが下がり、このネコチン事件のように、誰しもが理不尽な理由で生産者側や 販売者側を訴えてくるだから PL 法の思考には大反対だという生産者側、販売者側の利益を代弁する人たちが警鐘を鳴らす一つのネタとして流布された可能性があるんじゃないかと考えていますハーメルの笛吹き男だとか日本の口裂け女もそうなんですがこういった怖い話っていうのは何かしらの教訓伝えたいことっていうのが裏に隠されているんですねじゃあこの都市伝説を何の教訓とすべきかというと答えは明確で我々セラ、販売者側 自分たちちが扱う商品にに対ししててて適当に販売しちゃいいけまませんよってことだとだ考えています。中国で買い付けた商品を適切な代行会社を使ってしっかりと検品しなかったりそもそも商品リサーチを適当にやってしまったり一般的な無在庫転売のやからが行っている通りまだ仕入れてもいない商品を先に販売するようなずさんな販売方法を行っていると痛い目を見ますよとそしてその対策として考えうることが海外 PL 保険に入ることとそもそも 商品リサーチ段階から商品の基礎的な知識を身につけることだと思うんですがまず自分たちが商品リサーチをする前に輸送や商品販売の基礎的なルールをしっかりと身につけておいてお客様を被害者にしないようなリスクが高くないような商材を扱うことに注力すればいいと思うんです。PL 保険というのは非常に便利なものなんですが結局それ以前にセラーがリスキーな商品ばっかり扱っていたら遅から早かで訴訟のリスクっていうのは出てくると思いますから副業 であろうが個人事業主であろうが物販を行うっていうことに対してもっとしっかりと襟を正して取り組んでいただく必要があるんじゃないかと自分は講師として思いますというわけで今回は海外 pl 保険について話すプロローグとして二つの有名な事件のうちの一つ猫をレンジでチンした事件について話をさせていただきました次回はマクドナルドのコーヒーをこぼしてやけどをした老婦人の話に言及しつつ改めて海外 pl 保険そして pl 法について基礎的な知識 ってていいいいうのを深めたただきたいと思いますぜひチャンネル登録していただき次回の動画も楽しみにしていただければ幸いです最後までご清聴くださりありがとうございました